じゃ、え、始ま、ちょ、衝撃的事実、嘘でしょ、あれ本当にしてるこれ、え、すっごい衝撃的なこと聞いたんですけど、今上がってない、上がってない、スタートしてます、あれしてる、あれ、あ、恥ずかしい、じゃあオフ見せちゃった、あれ更新、更新、え、配信されてんのかな、上教えてください、あ、始まって、あ、始まった、あぶねぇ、あぶねぇ、やだ、恥ずかしい、もうちょっと、なんか、やだ、自由、嘘でしょ、ねぇねぇねぇ、みんな聞いてくださいよ、ひどくない、なんか今始まる前にカンバラさんにお前たちはもうアイドルじゃないよって言われた、衝撃的事実、アイドルでしょ、違うって、うわ、嘘、私こっちの方が好きなんだけど、クズレ、アイドルクズレって初めて聞いた、クズレなの、クズレって何、クズレてるってこと、アイドルクズレ、アイドルの崩れたもんってこと、アイドルの崩れたもんって何、あ、は、なんだろう、何がいいかな、ね、なんかうちらの名称、いいじゃん、アイドルだったものそれ元ですね、アイドルだったものたち、だったのかな、そもそもアイドルだったのかな超おばあちゃんじゃないえ、そもそも私たち8年間何してたのかな、何してたのかな、バカなのえ、私たちってアイドル、アイドルやってた、アイドルやってるなって思ってる自覚あった、なかったね、最初からそれはダメだね、うん、最初からなかったかも、嘘、最初からだよ、一番最初でしょ、あはは、鉛全開とか言ってたもんね、最初、私最初やってたよ、堂々とフリフリアイドリングやってたもん、あ、やってた、1期2期に関してはアイドルのモノマネをしてたんじゃないの、はい、あ、そうだったのかな、ね、コンセプトはそうですよね、あ、アイドルとしてちゃんとやろ う、 そう一応一人前のアイドルを目指す的な感じですよね、そう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 、でその中でやっぱ2期はもうどっちかっていうとあのバラエティタレント目指してたから完全に、確かにバラエティーテーマアイドルだったのか今日の議題ね、ちょっとみんな話し合おう、そうね、私たちはアイドルだったのか、ふさわしいですよ、うん、だってアイドルらしいことをした、え、待って、アイドルらしいことって何ですか、そもそも皆さん、あ、そうね、まあね、人によって違うからね、アイドルとは何かっていう、握手会、あ、なるほどね、チェキ、うん、チェキをやればとこう一緒に撮りましょうって言ってくれる人が一人でもいればアイドルじゃないですか、うん、あ、まあ、それが基準だとしたらね、うーん、確かに、何だろう、アイドルって何したらアイドル、だって昔のアイドルと今のアイドルはもう完全に違うじゃん、違う、ね、何だろう、可愛さ、だからそうだよ、だからもうカレンダー作んない時点でアイドルじゃないんだよ、え、アイドルってカレンダーなの？カレンダー写真集？うん、ほらもうないじゃん。いらなくない？アイドルって言っちゃうの？横山は今日はほらカレンダー持ってきたもん。すごいな。すごいね。あと何年作り続けんだろう横山さんのカレンダー。恥ずかしいよ。すごくない？人様の。もうトイレでも恥ずかしい自分の顔があったらすごいやだまあ実家にはカレンダー飾ってあるけどね、よっこが、あ、そう、ほんと2階に階段の途中にあるあ、なんか想像ついた、あのお家ね、うん、一番恥ずかしい、うん、あ、分かった分かった、いや、そう、アイドルって何なんだ、じゃあ本当ね、それはね、思ってた、すごい考えるわ、それはね、考えちゃう、私も水着で年越しとか水泳大会に出たら、やっぱなんかそういうイメージなのかな、なんかハレンチじゃないけども、なんつーの、ちょっとね、なんか胸出したりだとか、なんとか、だってさ、今はもうほんとさ、何でもかんでもアイドルってつける人たちだらけじゃないですか、うん、言ったもん勝ち、うん、うん、まあ、30過ぎてアイドルだって言い張ってる人もいるからね、まあ、確かにいるいる、うんうん、いるよ、あ、そっか、30過ぎてる、そうだそうだ、そっか、そっか、難しいな、
だから、うん、いやなんか番組始めようぜ。あ、そうか、これ言わなきゃいけないのか。そっか、言わなくていいけどタイトルコールぐらいしよう。あ、タイトルコール、これ言った方がいい。ファンに多額なお金を使わせるのがアイドル。そうだな。そうかもしれないじゃん。あー、確かにな。他のアイドリングメンバーに比べたらさ、他の、うん、私はお金使わせてたとはあんま覚えないな。いや、思わないだけだよ、この人たちはね、お金。まあ確かに、その普通に比べたら相当使ってもらえてるんだけど、新幹線代とか入れたらね。まあそうだね、そうだね、確かにお金は、そうだね、お金、あ、ごめんな、ごめんねっていうか、なんかごめんねって言っちゃダメだよ。一応その分提供、プライスレスだもん。そう、その分お返ししたもん。え、待って、え、金返せって思う人いるかな今。アンケート、アンケートアンケート取ろう。そんなつもりでやってないよ。その時はなんかこうね、こうテンション上がってお金を散々使ったけど、うん、今なら言える、あの時の金返せって私たちに思う人は一番。いや、プライスレスです。その分いろいろね、楽しい時間をもらいましたっていう人は2番。これどうな、ちょっと本当に空気とか読まないでやってください。私たちのね、だって過去をね、ちゃんと振り返ろうっていうやつだもんね、うんうん、え、なんかさ、金返してほしいの方が面白いっていう風にしないで、うん、普通にね、うん、そんな中クマも来てるからね。ありがとうクマ。 ありがとう。あ、しかもキティちゃんだ。ありがとうクマさん。さあ、アンケート行ってみましょうか。アンケートスタート。やばいね、金を返してほしい。いや、プライスです。やだ、そんなの。返さない、いや返せないけども、どこ行ったのその金。まあ、返せないけどね、うん、気持ちでね。どっちなんだろう。だってさ、みんなが汗水流してさ、頑張って働いたお金だったでしょ。でも私たちだってさ、汗水めっちゃ流してライブもしさ、足固まった時あった。いや、もう一番唯一胸張って言えるのはやっぱライブとかじゃない。うん、ライブは絶対に楽しんでもらいたいっていう気持ちはあったよ。毎週今すっげー一生懸命フォローしてるけど、3、2、1、はい、終了。おお、逆にリアル。そうだね、逆にリアル。2割は、待って、3割か。3割はじゃあ何で思ってんだろう、何の記憶なんだろうね。何が気に食わなかったんだろう。何だろうね。他に使えばよかったとか、そういう後悔かな。途中で曲止めたからかな。あー、それは大きいかもしんない。懐かしいわ。あー、ずれ、逃げた。その、すいません、メールちょうだい。いやー、そっかそっかそっか。いやー、確かにね、移動費はね、いや、移動費がね、結構大変なんだと思うんですよ。うん、だからもう本当にね、そうだよね。で、大量に買った CD とか今みんなどうしてんだろう、あれ。山に捨てないでね。そうだよ、山にだけは捨てないでね。いや、これだけはね、本当にね、声を大にして言いたい。川とかもやめてね。うん、ダメだよ本当にね、自然に。でもよかった、7割はね、でもほら、うん、そうね、いいって言ってくれてるから、それだけで今救われた。まあ、間違ってはなかったわね。うん、うん、よかった。これね、あ、すごいリアルに聞きたい。イエスかノーの質問じゃ嫌だな。なんか、え、何を聞くの？どういう気持ちで来てたの、うん、っていう。え、金を返してほしい人、コメント募集って書いてあるいや、拾う拾う、金を、お金を返してほしい人、コメント募集。そういうことね、そういうことね。拾う拾う、教えてください。まず、ね、まずお金の問題でね、うん、なんだろう。ちょっと段ボールの中入ってるのね。待って、梅酒に課金はしてない、そもそも。いいよ、いいよ、無課金でいいよ。私たちに熊くらい投げて、でも、うん、せめて熊くれ。今投げてくれれば、過去はもういいよ。ね、年末に一発タワーくれ。いいいい確かに、年末。クリスマスプレゼント、クリスマスプレゼントにタワーくれ。あったな、クリスマスプレゼントもあったな、なんかファンの方からクリスマスプレゼントとかね、誕生日もそうだよね。マジでもらって。確かにね、ほんと浮かれてた。浮かれてたよね、なんか、あれは。段ボール7個ぐらいあったもん。あったね、あのお誕生日会とかさ、家に届くの。いやー、
アラマみたいな、あのジュースで乾杯みたいなことしてたやつでしょ。本当にね、どんだけねこの人たちを楽しませるかということで、司会者としてはものすごい必死だったのでさ、あーグマありがとう、タコじゃねえよ、タコ来るけどタコじゃねえよ、本当に。いや今はプレゼントないの？確かに今はクリスマスプレゼント私たちにはもうないか、あのそうですね、そっか、あの頃に比べたらもう、でもやっぱり渡さないでしょ。そんなねプレゼントせがむことはしませんもん。いいよ、直接会えたらその時にね、なんかこうお話できたら。ギフト来てる？あ、何ギフト？これ新しい猫、猫と雪だるま、うん、これなんだろう。え、でもさ、なんか私たちがそういうイベントやるって言ったら来てくれんのかな、もうなんかもはやそういうのも心配だもん。確かにね、うん、でも一応やってるっちゃやってるんだけどね、メンテナンスのさイベント。でもほらあれはなんかこっちがこうお見せするだけって感じじゃん、その交流のイベントはないじゃん。なるほどね、確かに。東京タワーくれや。すごい、どうぞ、まあ、それがダメ、それがアイドルらしから、ね、ああこれか、これが崩れなんだ、これがダメだろうか、お金のこと言うの、これって言わないからアイドル、ちょれこう東京タワー立てて。これかすごいな、違うかな。イベント交流のイベントやりたいよね、なんか前言ってたじゃん、ショールームでもなんか花見かなんかやるみたいな、結局実現しなかった。なんかちょっとショールームでもなんかロケしましょうよみたいな、なんかアーメーバのね、アメーバの、私アメーバの記事に絶対なるんですよ。なんでなんで、なんだっけ18でなんだっけ、あのほらドクロの T シャツ投げた事件とか、あとなんか仕事が今日俺がチェックしてあの OK 出したやつ、ヤカンバーさんだったのか。待って、そんなことを記事にしてくれるの？アメーバのね、アメーバの、アイちゃんとかの写真は一応事務所確認してたけど、うん、猫のイヤ、おい確かにちょっと半目だったんだよ。あれもっと可愛いのあるだろうって思ったんだよね。いやむしろ梅子に NG あんの？おい一応、ね、あんの、一応教えて、 NG 何あんの？半目ダメ、半目ダメでしょ、半目ダメなの？私の寝顔見たことあるでしょ、半目ダメでしょ。寝顔出してなかった、大丈夫でしょう。ダメですよ本当に。でもそんな感じでそうしてくれてて、前回あれだよ、自己紹介すごいいっぱいタコ来るけどタコじゃねえんだよ。あ、ちんたさんありがとう、クマもなんかいっぱいタコ来る。でもねタワーが立たないんだね。本当はね、タワー全然見てない最近、確かにね。タワーって何だったっけ。突然の田舎者。東京に来たのに東京タワーがないね。ここはお母さん、ここは東京やないとけ。すごい放送ねえ。この間よっこ来てたよ、そういえば。あ、そうね、うん、なんかついた、よっこ元気でした。初めてサムギョプサルを連れて行きました、この間。ね、そしたらそのサムギョプサルっていろいろ好きにこう包んでいくじゃん、うんうん、それの包み方が分かんなくて、ちょっと生配信中なんだけど、うんうんうん、ちょっと電話ギャルか。でもガラケー、ガラケー、昔のギャルか。お、来た、東京タワー。え、嘘、チャーボーさん、どれ、これこれこれ、チャーボーさん、チェックして、チャーボーさんありがとう、チャーボーさんありがとう、ありがとう。チャーボーさんにはじゃあ何をあげようかな。なんか昔やってたよね。昔何やってたっけ、叫び声やる。あー、やってたね。もうマイクすらなくなっちゃったから、そういう。これかな、一応これだ。でももう年末はね、大きい声出してびっくりするとね、もうなんか嫌な年だったなって思うかもしれないから、もう。お、本当に来た。チャーボーさんありがとうございます。やっぱ嬉しい。ちょっといいもの食べれるかな。チャーボー。チャーボーとじゃあ会話しよう。最低じゃん。みんな見てんのにさ。チャーボー今何してんの？あ、そっか、帰る？ん？チャーボー。チャーボーがどこで話しかけてるかがわからない。アイドル対応してないじゃん。だから今アイドル対応してるよ。これがアイドル対応なの。そう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 。チャーボー。ただチャーボーに仕方されてるっていう現実。チャーボーって誰？チャーボーが会話をしない。公開会話。恥ずかしいんじゃないの？あ、来た？どれ？チャーボー。家にいるよ。あ、家にいるの？あら。
何も広がらない。どうしよう。何言うよって。ちゃあちゃあもう。難しいその会話。ちゃあもう家にいるんだ。ちゃあもう家にいて何してんのかな。ね、あー今日はあれか。スターウォーズがあるからね。それも見ながらねショールームでも見てんのかな。ちゃあもうね。そうね。ありがとうちゃあもう。タワー1本トークタイム3分でも全然じゃん家にいるようで難しかったよ握手会あやってなさすぎてちょっと ね握手会あんだけやってたけどさ今やってないからさそう、まあ、あの時も別に大した会話できてなかったけど、でもこういう方いらっしゃったよねいたこうなんていうのえ一番困った会話って何だったえでもなんだろう何え私はねある本当になんかこう話してくれることがない人がこう連続で来た時にああもうこっちもネタつきだどうしようっていう時にその時の会場の床の話したこの床ってなんかすごい模様じゃないですかよく見るとなんかずっといるからなんかずっと見ちゃうんですけどみたいな何だそれ面白いめっちゃ床綺麗、ね、そう床の模様なんかすごくないですかみたいな、ね、床の話嬉しいねえファンの人嬉しいでも返してくれたよなんていやあ確かになんか変わった床の模様ですねって優しい人しか来なかったから私のとこ床の話そっか最低これだってさいや世の中の男性頑張れいっぱい来てくれることはありがたいんだよでもさやっぱこうしかもほら途切れ途切れになるじゃん、うん、あの握手会って、ね、一回ここで盛り上がったけど一回流されて、うん、あ次もう一回思い出すっていうのでまた時間ロスとかもあったりとかしてさ、ね、いやなんかもう当たり前なんだけど、うん、その人にとってはあの一回の握手会で次来た時2回目の握手会じゃん、うん、でもこちら側としてはさ、うん、その間に何人も いるわけじゃん、うん、で前の話をされると、うん、あれどこの話だっけってなるいや本当にこれね10代とかだったらまだ対応できるんだけどね、うん、20代とかねどんどん年を取ってくるにつれてね、うん、覚えてないんだよね瞬発力でやっちゃってるもんだからこっちはそう本当に、ね、床の話をするじゃん、うん、やっぱ床って2回目で覚えてないんだよねきっとそうこれはねちゃんとしなきゃいけないなって思ったよね。え逆に皆さんなんかこうアイドルの握手会でこんな対応されたひどいっていうのってなんかひどい方あるかな。ひどい方も聞きたい。じゃあいい方も聞こう。先悪い方どっちでもなんかもう思い出に残ってる握手会エピソード。なんだろうね思い出に残ってる握手会あ握手会握手会そもそもまあまあまあとりあえず聞いてみよう。サカッチに僕元気って言われたことある。どういうこと僕元気あ僕あなた元気っていうのを僕元気って言ったじゃない。子供っぽい人だったから僕元気って言ったのかな。やばいね世の男性頑張れ。やばいね。いや私のね努力不足だろうね。努力不足、うん、本当に初めてで久しぶりって言われた。辛い。ありえる。でもありえるよ。でもさ、でもさ、ファンの人もひどくない？1年とか2年空いた人とかが急に来てさ、それでなんかこうどっちつかずの対応してくる感じ。でもこっちはうっすらなんか見たことあるようなないようなって。顔はね、覚えてるよね。え一応ほら。もう当たり障りないように「ああ久しぶりです」って一応言うじゃん、うんうん、だけどなんかさその分かるあの「坂地に年齢聞かれて若いからダメだわ」って言われましたそれ後半だわ。そういう感じ後半いや後半結婚相手探してたから結構フィーバーしてたリアルだったんだマジで結婚相手探してたから何歳マジで、うん、だってさ握手会の会場ってすごくない？無条件で自分のことを好きで来てくれてる人がこう並んできてるわけじゃん、うん、そこで探すっていうのはさ、まあね、すごい時間の削減じゃない？時間のところも並んでるかもしれないよ。まあねこの方たちは本当にいやでも
いい、あの私が一番とも言わず私のことをとりあえず好きって言ってくれる人だったらいい。サカッチと初めて会ったのにあれ雰囲気変わったって言ってた。お前適当すぎだろ。マニュアルあった、なんかそういうこと言ってればいいみたいな。久しぶりとか変わったとか噛み切ったと言うんでしょ多分。いやでもさ似たような人って多いじゃん。多いんだよね。だからさ多分それで勘違いしたんじゃない。あ、俺この人なんか多いよね、噛み切ったっぽいなと思ったから、なんか雰囲気変わったって言っちゃうじゃんこっちは。そんな言っちゃうね。ねえ、もう難しいよやっぱり。難しい本当に。やっぱアイドルって変わってない？そのやっぱりライブやってればいいやって思ってた最初は、うん、やライブやったりとか、まあ、バラエティもねやったりすればいい。で途中から握手会という文化がこうバッと入ってきて、うん、で握手会ってさ想像してるのってさやっぱテレビでニュースで取り上げられてるように、うん、ありがとうございましたみたいな感じだったのよ、うん、タレントさんの握手、うん、個別っていうのができてさ、うん、あ覚えてないといけないとかさ、本当になんか近所のおじちゃんと話してる感じで話さないといけないぐらいな感じだったじゃん、うん、あ難しかった。でも、ね、でも私はこの曲を聴いてもらうためにやってるじゃん、うん、ライブもした後の握手会とかだったじゃん、うん、だからどういう感じで楽しませればいいんだろうとかめっちゃ思った。えけど難しかった。どんな感じだったの梅子の握手会って。私はもう本当に正直に言った、いろいろ。え何を。えもう覚えてなかったら覚えてる風で、あ久しぶりって言うのがかわいそうだったの、うん、私はね、うん、だから冷たいって言われるけど、うん、すいません覚えてませんって言うの潔い潔い。だからカスカスだったのよ、うん、でもそれはもう自分の自分のミス。それはそれはね結構正直言ってた。でも自分のポリシーだった。でもさ嘘はつい。でもどうなんだ、それが夢を売る職業でもあるから。本当にそうだ。私すごい、この梅子のその当時のジャッジは正解だったのか、それとも いやアイドルとしてはそこは夢を売りなさいって思うのか、アンケート取ろう。いやマジで本当。じゃあ梅子のこのジャッジ、握手会で正直にもうファンの人に全部正直な気持ちを言う。先に聞いてみましょう。人としての方。そう、私は人としての方。しかしアイドルは夢を売る。そうね。だからお客さんせっかくお金もね。だからサカッチの方ってことだよね。そう。久しぶりとか言ってあげるっていう感じ。うん。真実か嘘か。嘘でいいの？でもこれはあの仕事を取る方ってこと ね、まあ、サービス精神が、サービス精神、楽しんでもらうために。だから梅子が一番、その時間を楽しんでもらうために、うん、とりあえず何かしらこうごめんなさいって一回シャットダウンするんじゃなくて、そっからわーみたいな、ね、って広げていくっていう。1番梅子、1番サカッチ、2番。うわこれどうなの。いや自分がお客さんだったら、さあどちらが正解なのでしょうか。お客さんからの目線の正解ね。そうだよね。むずい。アンケートスタート。これもうね8年でも大半が多分こっちじゃん。そう、ね、大半のアイドルは、ね、あじゃあ何パーセントこっちだったかっていうことだけ見ようかな。そうね、そりゃそうだよね。私も2番だよ。それはお客さんだとしたらね。でも異性だからさ、逆にさ潔くてそれも面白かったりもするじゃん。私はなんかそれ、あこの子面白いなって多分思うよ。思う？坂地だったら、うん、うん、あらごめんなさい覚えてない。あ正直だ。はい、アンケート終了。わあこれ、あ梅子じゃん。あー泣けてくる。何このアンケート、一番新婚までのアンケートで。あー間違ってなかった。今のアイドルの握手会何楽しんで行ってるの？いやわかんない。これこの結果を出るってことはさ、だってさ今もう1912人の人が見てんだよ、うん、1912人の中でも握手会未だに行ってる人だっていっぱいいるわけじゃん、うん、でも正直に言ってほしいって思いつつさ、結局嘘の対応して喜んでそれで帰ってってるんでしょみんな。でも覚えてないって言われた方が覚えてもらうように努力する。あそうけなげ、うわめっちゃいい人だ。でもごめんなんか違う。そうなんだよな。いやでもね、あの勘違いさせてもいけないと思ったの、うん、でみんなはみんなさ、うん、いや思ってないかもしれないけど、でもちょっとぐらいはさ私たちレベルだとさいけんじゃねえかって思われるじゃん、うん、わかるでしょ、うん、わかるよ。いやでもさやっぱさ
なんかお金払って手に入れるもんじゃないじゃんそういうのって、そうそう、ね、って考えたらさ、そういうの売っちゃいけないのかなって。でもさ、じゃあさ、すっごい人気がある子ってさ、絶対嘘ついてんじゃん、あの神対応とかって絶対嘘じゃん。嘘の塊なんだよ。だけどあれでも人気があるってじゃあどういうこと？分かんないんだよそれが。今コメントにもあったけど、うん、あの横山とかトンちゃんは本当に覚えてるからね。プロか。覚えてることは覚えてるけどさ、なんやプロか。じゃあ結婚しましょうって言われたらいいよって言うのかな？それは言わないでしょ。それはダメっていうの？どうやって言うのかな？でも絶対言ってるよね。どうやって言うんだろう。私はそこは正直に言ってて、いやごめんなさいあなたは。あ、言ってるんだ。そういうのは言ってた。あの覚えてる覚えてないはあの曖昧で言ってたけど、 ね、いや遊び行こうよ飲み行こうよとか行くか。なんで行かないかい。ここは一緒なんだ。そこは一緒なんだね。うん、そういうのは言ってた。飲み行くとかそういうことじゃなくて、それはまあキャラで言ってたけど、キャラこういう感じのキャラクターだったから別に言えてたけど。うわでもそっかそういうことだ。あ、熱っ。そういう時ありがとう縁があったらねって言うんだって。さ、縁なんかないからみんな目覚めてます。縁なんかねえから。本当に全部言っていいとは限らねえんだぞお前。マジ歌聞いて本当に分かんねえ。全部本当のこと言うのが正解ってわけでもないからね。ごめんごめん、もっと優しくしなきゃ、ね、うん、知ってるよっつって言ってるから。本当にいや本当もうね、目の前にいい女性がいたらそっちと結婚してほしいし。そっか、そうやって夢見させるんだな。いや怖えな。本当でもお前ら結婚した方がいいよ。え、結婚するよ。結婚したいよ。したいよ。神原さん。したいよ。梅子サカッチはトンちゃんルーリーと同じ対応別に求めてない。え、どういう、じゃあ私たち何求められてたの？何が欲しいの？いやあげないけどさ。いやでも今後の参考になる。私たちにはどういう対応を逆にしてほしかった、うん、この方たち結構優れてるかも。床の話じゃダメ？ダメでしょ。そっか、私床の話されたらちょっとショック受けるかもしれない。そっか、1000円払ってさ。そっか、そうそうそう、曲聴いたはいいが。そっか、床か。あ、でも私一緒にさ、こ何の曲が好きみたいな話してさ。あ、それ嬉しい。で、それでこれって言ったら、え、じゃあそれなんかこうカラオケとか行ったりしたら歌うのって。歌うとか、え、ちょっと歌ってよみたいな、一緒にこう一緒に歌ったりとかしてるやん。それ神対応じゃない？まあまあまあ、ね、まあね、まあね、そういう、ね、私は自分的にそれ盛り上がりながら楽しくやってたよ、そういうの。楽しそうだったさ、ガチの連、確かにそういうのふざけてやってたよ。うん、うんうん、何の質問してたっけ、わからん。あ、うちらはどういう対応をすればいいか。そう、私たちに求めるものって何？まだちょっとなんかライブとかさ、イベントとかさ、なんとなくやってたりもするじゃない、うん、だからその時に、うん、ないないな、ないは一番つらい。ないは一番つらいよ。何回求めて。ない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 。マジでマジで。あ、え、マジで、ちょっと待って。あ、私でも喫煙所ぐらいの会話。いや、喫煙所行かんからな、行かないよ喫煙所で。何話すのみんな。いや、何話すの。なんかたわいもないことみたいなこと。いや、たわいもないことなんて、だってもうその日に会った人とどうやってたわいもないこと喋るの。難しいよ。何、ライブやら舞台の感想とか話を。あ、そういうのは多かった。いや、ね、嬉しかった、すっごい嬉しかった。そういうの嬉しいよね、うん、なんか衣装がか、こういうとこが好きですっていうアピールとか私好きだった、すごく。そうだね、アピール。そうね、難しいね。そうね。どういうこと、なんだろう。でもまあありのままなんか日常会話とかそうやって言ってくれるけど、じゃあ私たちがこうしてたことってあながち間違ってはなかったのかな。なかったのかもね。この方たちはね、いや、いっぱい種類種類かな、ね、いろんなね、好き好みの人たちがあるだろうから、やっぱこれを見てってくれてるってことはまあそういうことだったのかなっていう。うん、自分がこの画面を見ながらバンバン叩いてる。かわいい4ヶ月の赤ちゃん。
間違って東京タワー押さねえかな。バンバンポン。めっちゃ押さねえかな。え、これまた来たってことか、またをくれたってこと？これチャーボーさんですね。だからさっきのこう更新していくの。あ、そうそうそう、こっちじゃないんだ。そうそうそう、上また止まったね。あ、止まっちゃったのか。百って何？チャーボーから。え、ね、だるま100って何？だるま100、100円だね。なるほどね。すごい。とってもリーズナブルの。なんかいいね。なるほど。いやー大変ね。なんかあったね。自分らしさでいいのか。そうやってね、なんか飾らない私たちを受け入れてくれるファンの人たちがいてくれてよかったよね。いや夢はね、やっぱね、夫婦で来てもらうことなん。あーいいね。いる。え、私あのその時に、うん、最近結婚したって言ってた人とかが、うん、奥さんとか子供とかと来てほしい。いや、いいよね。ね、とってもいいよね。隠してるからね。そう、そうなんだよな。隠すの。別に、まあね、そうよね。家族のいろいろあるだろうから何も言えないけど、でもなんかそのあの時言ってた奥さんと子供だよって連れてきて来られた時、めっちゃなんか嬉しいもん。嬉しいよね、なんか。一緒にね、なんか過ごしたんだな、こっちもって。ファン歴史を。そうそうそう。ね、いや。それでも来てくれるってことですか？本当。旦那さんって結局他人だ。あ、まあそっか。どうする？その旦那さんがめちゃくちゃ神対応だったら。ね、え、そっち？全部名前覚えてるんです。そうそう。負ける。プロとして負ける。もう見てるずっと。いやすごいね。でも嬉しかったな。よかったわ。今日の企画に戻った。今日の企画？あ、今日の企画あったね。一応あるんですよ、なんか今日の企画がさ。一応年末だからね。うん、まあとりあえず、うん、今日の企画は、うん、今年1年を振り返ってみようっていう。あっという間よ、もう1ヶ月切っちゃったよ今年が。うん、今日の企画があったんだよ実は。っていうか毎回企画って一応あるんだ。あるのよ。あるやんなきゃいけないから。盛り上がっちゃうんだよ。そうそう、盛り上がっちゃうんだよ。これね、オープニングトークですから今までのが全部。そう。ごめんね。毎回台本書いてる俺の立場。本当すみません。盛り上がっちゃうんだよ。今日の企画、今年を振り返ろう。いや今年 ね、 ね、みんなはどんな2017年を送りましたかね。一緒に振り返りたいぐらいだね。うん、私もでもざっくり振り返ったけど、なんかざっくりじゃなくない？まあ、私だね、うん、最初に。私はだってすごいシンプルだよ。どんな1年だった？だってもう冬季とかだよ、もうお運動部の予定だよ、もう大きいことはね。あと冬季だったら戦国バサラやってたでしょ。で、春が覚えてないの、もう記憶がないの。梅子の春の記憶がある人。ある？誰か。誰か梅子の春の記憶を取り戻して。こう忘れたまんまだとあの脳細胞死んじゃうからね、そのまま。そうなの？そうだよ。思い出さなきゃ。梅子は春何をやってた？でも春着てないんじゃないもん。ずっと着てないの？春が着てない。クソング作ってた。あ、クソ。あ、クソング。出た。クソの時代だじゃん。クソな時代だ。クソ春はクソ？クソキ。うん。夏は。ミュージカルやってたのよ。そうだ、なんか人魚姫になる私はとか言って。隣の国の人やってたの。確かに。いや、なんか恥ずかしいんだけど記憶。2017で、うん、今は今がすごくて、なんか自分の中でさ、もうカンパラさんも結構その自分の影響力を与えた人なんですけど、うん、むっちゃ友達と会うんですよ今。どん何友達？結婚した友達っていうか子供が生まれた友達、地元の友達かな、やっぱり。まださ、メンバーとかでもさ、結婚とかそんなないじゃん。え、地元に帰って会うの？会った人もいるし、まあ、こっちに出てきてる人もいるから会って、うん、あー地球って回ってるって思った。なんだよそれ。どういうこと？いやなんかこの感覚がすごい不思議で、アイドリングにいた、まあ、8年、うん、で今合わせて10年じゃん、うん、なんか孤島にいた感じするんですよ。その島内でなんかやりとりしてた。そうね、じゃあ外の世界で。そう、パッて出た時にさ、やっべ時間って回ってるって思うんだよね。
そう、それでなんかみんな成長してたなと思って。でそれで、ね、そうそうそう、今はそのすぐ結婚とかさ、うん、できないから、もうカンバラさんのお子さんもそうですけど、うん、もう可愛がろうと思って、いっぱい人の、ね、もういいおばちゃんになろうみたいな。そうね、自分のなんか知り合いの子供はめちゃくちゃ可愛がる。うちは梅子には絶対合わせないけどね。ちょっとやめてください。ちょっと1回こういうパターンあるんだ。1回ぐらいいいじゃないですか。1回嫌だよ。いやでも教育上の問題とか、ね、ちょっと待って、でも放送コードみたいな感じですよ。私やめてくださいよ。ギリギリ禁止、ギリギリ禁止、うん、やめて。まあ、であとチョコチョコライブやってたりとかして、うん、まあ、いつもの感じで、うん、あの月に1回何かやるみたいな感じの2017年。でも私にとってめちゃくちゃいい年だった、うん、あ、この1年、うん、なんで？なんかそれこそなんかいろんな発見があった。今までさ、すごいさ、舞台ばっか詰めてたんだよね。うん、そうね。うちの娘から、何何、うん、やめて、梅子三輪車買ってって。三輪車か。じゃあちょっとあの東京タワー建ててもらっていい？え、でもさ、ちゃんとさっきの話、ちゃんとさっきの話を聞くと、めちゃくちゃ可愛がるんでしょ？可愛がるよ。だからじゃあ三輪車買ってあげなさいよ。だから あ, のあなた言ってること矛盾しちゃうわよ。頑張ろう、ファンの人。ほら、そうやってすぐ一緒に花ちゃんのやつ買おう。あなた自分で頑張りなさいよ。あなたが言ったんだよ。自分はいいから周りの子供を可愛がる。自分はいいから言ってないからね。まず生きること大事だからねえ。なんてことで、いつかね、三輪車ね、ほんと可愛がるって口だけかよ。なんだよ、三輪車が。いや、三輪車って突然、三輪車って高そうなんだけど、大丈夫？なんち女だ、三輪車をタワーで買おうとするって。どういうことだよ。いいじゃん。だからファンも増えなかったんだよ、もう。オリジナリティ溢れてるじゃん。すぐせがむから。タワーで買う人いる、三輪車。いなくない？いないでしょ、タワーで買えないわ。いなくない？やばいね。ちょっと時間が過ぎちゃうんで、サカッチ行ってくださいよ。私ね、いやー、隠すぎる。いっぱい振り返ったよ、細かく。まずね、今年の初めはね、うん、タワレコ感謝祭飛び入り、飛び入り参加。あーね、やってたね。そう、シークレットゲストで。私はね、アームレスリングからスタートしたよ、今年は。いや、ほんと、どっちに向かってんだろうっていう2017年だった。私、うん、見てて、あれ、どうしたんだ、プライベートがすごい混ざってないかも。え、嘘。でね、1月3日、カンバラさんの結婚式に行きましたわな。そして2月3日はね、遠藤さん家で恵方巻きを食べました。そしてね、2月6日、はい、テレ東のレギュラー番組一夜漬けを卒業しましたわ。あ、今年？それそうだよ、今年で簿記も終わったからさ、今年はね、レギュラーが2つも終わっちゃったんだよ。2月10日、宮崎の家に雪が積もりました。わー、素敵。うん、そして2月11日は朗読劇でいけない女教師役をやりました。はい、結構丁寧に書いてるでしょ。ちゃんと丁寧に書いてるぞ。細かく書いてる、ね、いいね。でしょ、細かく、ちゃんとちゃんと振り返る。褒めてくれた。3月舞台でね、いい俳優座に立ちますわな。いいぞいいぞ。で3月18日、うん、ハンター生活が始まりました。あらまあ、はい、はい。そしてね、ハンター生活で3月過ぎました。で4月あの NHK 宮崎80年スペシャル番組に出させていただきました。数々たる黄金賞のね、皆さんと一緒に。で5月仕事で夢の国行きました。これもまた新潟ね、新潟の番組もね、アームレスリングで勝ち取った仕事だからね。なるほどなるほど。そうそうそう。でね、8月アームレスリングで優勝しました。あら、すごい。はい、ということで、私の1年はアームレスリングで始まり、アームレスリングで終わりました。待ってね、8月じゃない。8月じゃん。ねえ、おい、8月までしか書いてないじゃん。もう疲れました、8月以降は。飽きるのが早いんだよ。8月以降書くのは疲れました。だからもう書いてる途中で気づいたもん。いやいや、私は今年アームレスリングしかしてないなって。あー、そ、いやいやいや、そんなこともないけどね。アームレスリングしかしてない。9月以降は多いね、アームレスリング。確かに。いや、だってなんか、だってそのさ、梅子のその冬季、はい、春夏でやるとしたら、はい、私多分その式全部1回アームレスリングやってるもん。そうか、うん、だから全部まとめたらアームレスリングになるんだ。そう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 。冬はアームレスリング、シークレットゲスト、春はアームレスリングで新潟の番組ゲット、夏はアームレスリングであの賞金ゲットで優勝、うんうん、で冬はもう、うん、え、そのアームレスリングをどうするの？どう
どう使っていくの？もうアームレスリングタレントなの？うんうん、挑まれたら受けるだけのアームレスリング屋。だってさ、お店かアームレスラーだってさ、別に私アームレスリングのために鍛えてるとかさ、何もやってないんだ よ、ね、別にアームレスリングで私はやってますとか言ってるわけじゃないし、なんかさ、別に勝手に挑まれるだけだからさ、あ、私は向こうからなんか勝手に来たお仕事ぐらいな感じなんだ。いや、全部向こうからの依頼だよ、このアームレスリングは。そうじゃなくて、勝手に来て勝手に向こうが負けて勝手に泣いてくる。そう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 。いや、これを才能って言うんだよ。勝手になんか負けたら仕事もあげますわって言われて、それで仕事も入ってくるっていう、そういうシステムになっちゃってるから今。すごいね。うん、そうだから、ね、じゃあもう来年もなんかあったら挑まれたら、なんか仕事にしちゃうと負けちゃうような気がする。そう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 、これプライベートか。これプライベート。私これアームレスリングってプライベートだったの？そうだよ、仕事じゃないよ。欲が出ちゃうと、ほらお金のこととかから。あ、そう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 、変な邪念が入ると良くないって、こういうことね。もうフラッと来てフラッと倒して帰るぐらい。そうそうそう。じゃあサカッチは2017年仕事してないんだ、感覚的に。あ、そういうことになったんだ。恵方巻き食べてアームレスリングして。本当だよ、人の結婚式で。そういうことになるな。どうしようかな。トータルしたらね、その式をこうやって考える、こういう風に考えるとしたら。そうだね。プライベートっていうことでいいかな。そうだね。今年はプライベート充実してたな。いや、いいんじゃない。そんな熱く語るよりもそんな。本当だね。うん、どうしようかね。ポニョが今日掲載されたインタビューで再選要求してたみたいな。また？再選ね、負けたの、私に、準決勝で負けた子。うん。ガチしてる。うん。映画何？再選を要求してる。うん、再選って、あ、再選？再選。再び戦うのか。びっくりした。お再選かと思った。やばい。いや、なんか、なんでだよと思って。どんなニュースだよ、再選を要求。再選ってなんだろうってずっと思っちゃった。ごめんなさい、間違えちゃった。すごいね。で、モリティはもう言ってないのかな。モリティも言ってるんでしょ。言ってんのかな。私もうなんかそういうなんか全然関係ないところでヤフーニュースとかになることがちょいちょいある。みんながさ、そっか。いやーね、モリティじゃねえよ。え、モリディじゃねえよ。モリディじゃねえ。前回いたよ、モリティ。森の家。そうだよ、そうだ。あ、明日ね。明日ついに。なんかお疲れ様なんでしょ。え、お疲れ。あ、まだ。あ、うん、そう、大丈夫なんでね。ひどかった。いや、マジです、やばかった。え、待って待って待って、なんか菌とかついてないよね。私も菌に関しては強いよ。何も映ってない。うん、ああ、よかったじゃん。よかったよかった。もう本当にやばかったですよ。やばかった。あのね、史上最強だった。今までで、うん、違ったもん。本当にニュースにしていい感じ。いや、そうですよね。あれ迷惑な家だわ。え、ニュースで、ま、提供したらどうですか、その映像。いや、もう本当に。いや、そうですよね。夕方のニュース。いや、え、誰が行ったの？それもまだお楽しみ。うん、くるみちゃんと二人で。二人だったの？あと4人。うわぁ。サンプルお会いしたら、舞台ですって言われて。そうだね、舞台で。で、立花って言ったら、立花はあのサッカーの仕事です。いや、ゆりぺ絶対嘘だな。くるみちゃんは何ですか？くるみは、あの、くるみをオファーして、で、あの、とりあえずほら、あの、行ったことのある人からオファーしてたんですね。あー、なるほど。で、そこが全部総崩れだったんで、うんうんうん、じゃあ次行って、くるみお願いって言ったら、OK です。OK ですって言ったんですか？あー、いや、一応、くるみちゃんなんか、あ、すいません、アレルギーですって言ったんだって。一応ね、一応一応。そしたら、あらばって言って、ちょっと面白かったんだけど、なんでもアレルギーにしたんですよ、くるみちゃん。アレルギーで逃げれると思うなよ。あ、マジで。ひどかった。ひどかった。え、どうしたらいいか分かんなくて。わー。あ、や、あ、どこまで行っていいか分かんないけど。でも明日見れるんでしょ、それが。そう。いや、どう編集されてるのか。森が編集してるから。どんな気持ちで編集するんだろう。マジかよ。じゃあほとんど映ってなさそうですね、なんかカッコつけて。いや、そんなことないと思う。いや、一応プレビューしたから俺ら。あ、本当ですか。うん、え、むっちゃ変なもん、いっぱい落ちてましたよね。直し、そう、直ししたから。それはもう皆さん本当に明日のお楽しみにしといて。ひどい。まあ、あの、ご飯は先に食べといて。そうね。あ、それがいいかも。食欲なくなる可能性大だから。
食欲なかったな。匂いがすごかった。うわ匂いは赤いやつじゃん。匂いやばくて青って思って開けた瞬間もう諦めてるからさ、うわって思ってさ、もうえそれは何の匂い、その生物食べ物とかの体臭とか。うわ体臭ですね。うーだったの。いやでその時にじゃあカンバラさん来てくれたんですよ、うん、でなんかね差し入れをポンって置いてってくれたの、うん、で私結構掃除の真っただ中だったからもうなんていうの食べたかったけどその時食べれなかった、うん、もうあもうダメだよ食欲湧かないって、うん、で一旦休憩になって、うん、で食べますか、いや食べません、でくるみちゃん食べますか、食べません、 ING 食べますか、食べますって言ったのよ。いや若さってすげえと思って。すごいよね外で食べてましたよ、ね、お庭で。うわカンバラさんの差し入れを成城石井で買ったやつね。いやめっちゃ美味しかったです。ありがとうございます。欲しかった。いやあれはねもうご褒美だった。へ、うん、その日の。すごいな。いやカンバラさんの活躍もすごいんですよ。もしかしたら映ってるかもしれないけど言えない。映ってない？映ってない？え言っていいですか？そうカンバラさんがめっちゃいやもう本当に、うん、歯ぐらいかっこよくて。何したの？はって来たの途中で、うん、しかもなんか私たちがなんか結構掃除してる間に来たんですよ、うん、やってるみたいな感じで、うん、いやもうやってるよみたいな感じじゃんこっちはやってんだよみたいな感じで、で差し入れってパーンと置いてって、うん、で台所バーって入ってったので、台所が結構汚かったのに、うん、物の30分ぐらいでピッカピカにして帰ってったの。ええー、いやいいかっこいい。いや結構かっこよくて、それが本当に腹立つくらいかっこよかった。何そのできる男子 ね、いい匂いまでさせてるの。なんかあの洗剤とかいろいろ駆使して黙々と何も喋らないなと思ったら、台所の方でピッカピカにして帰ってって。台所覚えてる、うん、なんか VTR とか見てさ、うん、なんかゴミの山みたいなさ、あれを全部なくして帰ってった。シンクロとこだっけね。すごーい、やばかった。なんで？そうで、まあまあまあうちらって掃除遅いんだなぐらいな感じで。すごい。一応頑張ったけども、そうそうそう、そういうハウスクリーニングカンバラ。そう。昔やってたの。え？いやいや、やってたの。多分深夜の番組でね、うん、そういう企画をやってて、まあ自分は行ってないけども、あのお掃除同好会って企画が、あの腐ったものを飲むっていう。もうやだやだ。何それ？芸人が腐ったものを飲むっていうのを、そうホームチームっていうのがいて、ホームチームのヨザってのが毎回こうテイスティングって言って飲む。ヨザさん？ザザザヨザが、それを毎週もう汚い女の子の部屋に行って掃除するっていう企画をやってた。うわーね、なんかさすげーこの世からそういうなんかね汚い部屋がなくなることってないのかね。一回行ったんだよね。それでも行った10代だよねとかすっげー前だよね。フリフリアイドリングの時だよね。結構前だよね。うん、あの時何も思わなかった。いや思ったよ。え、なんて思った？なんかあんま発言できないじゃんあの時って、うん、まださ入りたての時でいきなりゴミ屋敷連れてかれてさ。いやでもあの時は私は本当にあんまり嫌だが言えない年頃だったから、一番嫌なやつをいっぱいやってた。お風呂でしょ。あ、そうなんだ。ゴミの湧いた炊飯器とかキッチン周りでしょ。あとなんか森さんのあのいつ履いたか分かんない靴下の処理。靴下いっぱいやった。いや靴下、靴下とパンツがいっぱい。いやもうそっち、あ靴、あパンツだとかなるほど。もうそんなやつやってた。最悪だよ。全部床に放り出した。あ、どうすんだ洗濯物かって言って、いや着るんだって言いながら、いやもう全然片付けられなくて、本当に何なんだろうね。いや本当結構謎。楽しみだよ。どうなってんだな、伸びてる。もうほんと大丈夫。あ、まあでもあんま聞かないのがいいのか。そうそう、ね、難しいな。そうなんですよ。そうなんだよ。気になっちゃうけど。難しいとこなんですよ。あとスーちゃん来るからね。あ、そうか。明日でもう発表されてるもんね。スーちゃん超久しぶりだ。どうなってんだろうな。スーちゃん。でも俺明日俺届きましたみたいな。あれ？なんで？収録、別の番組の収録で。あらば。あら。後回しにされがちよね。他のディレクターが。あ、ディレクターさん。あ、そっかそっか。いやー。え、ねえねえねえ、タワー来たって書いてあるけど。うん、うん。マジ？嘘でしょ？誰？ねえ。待って、だからさ、アシカン来た。タイミング。あ、北島さんありが
がとう。ねえ、何のタイミング？それな、梅子お疲れってこと？三人車。ほら梅子また変なこと言うから、こうやってさ罪もないファンの人がさ、かわいそう。確かにもうダメ。私足利さんとちょっと会話しな、会話しなさいよ。足利さんになんかプライベートのことなんか言いなさいよ、ちゃんと。ちょっと、ちょっとコメントしてもらっていい？え、この東京タワーはしてもらっていいですか？でしょ、あなたタワーもらっていい、いいですか？なーに敬語をやれてんの？これ三輪車ですか？これは、え、責任取りなさいよ。いや、わかんないじゃん、ほら、お疲れ。ほら、責任取りなさいよ、あんた。三輪車タワー、三輪車絶対買わなきゃいけなくなっちゃったからね、これで。トイザラスに売ってますか？三輪車タワーって、三輪車タワー首座ってないんですか？首座ってないんですか？結構先の話だったんだ。すいません、なんか石川さんまだ首座ってないみたいなんで結構先になっちゃいます。優しいね、三輪車タワーがもう、いや三輪車タワーか、本当に三輪車タワー、いや、まずね、優しいね、もう本当に何気ない一言で動いてくる。いや、これはすいません、もう本当にね。え、本当だ、三輪車タワーありがたいね。クマもタコも、いや、クマ結構、クマもタコもなんか年末だから、みんな、なんかみんな何すんの年末は。確かに、ね、もう忘年会シーズンでしょ、だって。うん、でも忘年会したいな、まだしてないのに。もそしてない、いや忘年会なんかしたことないよ。なんかしたい、してないです。なんかウェドリングしない方ですよね。あれ、ドリングはしない。しないで、ドリングするとほらお酒飲むのが前になっちゃう。確かに、それはダメだ。なんかしたいな、忘年会か。何するの忘年会って、とりあえずお酒とか飲んで、とりあえずみんなで集まってご飯食べて、あ、美味しい、みんなと美味しいものが食べたいよ、もうそれだな。みんなと美味しいご飯食べに行きたい。え、誰と？え、みんなと、とりあえず外で誰かと。あ、家で一人で食べるのが来た。そういうことか。もう、まあ、うん、そうだよね。そうだよ。あ、ね、はい、あ、言ってないのかな、こういうの。え、もう言ってる、言ってるよね。言ってないっけ？何？遠藤さんのライブ。あ、まあいか。でもまあライブがあることは言ってるでしょ。遠藤さんのライブが最後のラストライブだ。引退だよっていうのをすごい教えてくれてる。うん、そうだよ。16日かな、16、うん、早いよねっていう。早いね。12月せめてもね。なんかお二人は告知はないんですか、年末年始は。いや、言えるのと言えないのと。あ、年末年始は実家には帰りません。ああ、いい告知だわ。そうか、東京にいます。舞台終わったんだもんな。舞台終わりました。だからもうなんかね、なんかお仕事があれば年末年始いますのでね。あ、舞台ですか？あ、5月の発表してます。そう、5月、5月にラサールさん演出の舞台。ん？あれ、多分。あ、東京だけです。うん、そうなんです。そうなんです。5月にラサールさん演出の舞台に出ます。太鼓どんどん。太鼓どんどん？すごい。あれ、誰が出るの？いっぱい出る、柳、はい、も出ます。すごいね、師匠さん。いやー、だいぶすごい大御所の方たちいっぱい入れるから、いっぱい勉強になりそう。そうだね、うん、うん、だから久しぶりにさ、なんか若い人たちとの舞台が続いてたから、久しぶりになんか自分が下っ端の、あ、そっか、あれだから、すごいなんか、マサルさん優しいね。優しい、ね、優しい、あー、もうすぐ、そう、これ来週とかじゃ、そっか、いやー、梅子はバカバカ、あ、そうだ、バカバカあるわ。2月見たい。あれも発表するんだ。発表してます。あ、あります。見たい、忘れてた。そうだ、2月ありますぐらいかな。そうだよね、うん、それぐらいかな、うん、あとはね、まあ、まあまあ、ちょいちょい、おいおい、うん、おいおい、ツイッターとかインスタとか、はいはい、やってるんで見てほしいです。とりあえず、この後の脱力タイムズを見てもらう。いやー、あれ面白い。
そうだ。今日誰ですか？ゲスト。今日は工藤飛鳥と脱力タイムズ出てね。出てねじゃん、見てね。今度の答えだった。工藤君とあれ誰だ？名前で出てる。見てください。ぜひ。脱力タイムズ広瀬アリスちゃん。明日の朝もあの関東地方だけちょっと脱力タイムズのスペシャルがあります。朝？さすがだ。そうなんだ。やばいね、そうなんだ。浜口さん。浜口さんじゃないですか。そうなんだ。面白。若手から探してったからいなかった。ああ、そっか。そうなんだ。すごいね。面白いね。脱力タイムズ。見てください。私たちのツイッターとインスタも見てください。脱力タイムズは富士で一番面白いと思います。ありがとうございます。いや、そんなね、グイグイ来てる全力脱力タイムズ。いやすごくない？広瀬アリスちゃんがあれほら出た人みんなメガネかけるじゃん。メガネかけただけでニュースになってた。マジで？うん、美人すぎる。あ、可愛かった。うん、まあしょうがない美人だもん。メガネかけただけでニュースになるってすごくない？すごいね。うちは。なんかどんな気持ちで生きてんだろうね。なんかメガネかけただけでニュースになるんだ。出ましたよ。4人。4人じゃない？うん。メガネかけたけどニュースにはならなかった。うん、なってなかったね。ニュースにはならなかったな。残念。うん。残念。まだまだだ。残念って言われましたけど。まだまだ頑張らなきゃ。もう3100人。終わるけど。すごくないですか？終わるけど。3人はやばくない？ありがたい。本当に。おお !VR! 本当 ?VR800? 800? やばいよ本当ですか？え、待って待って初めて先週さ、4、5人じゃなかった？それはないけど違う、いや先週はだってあれが被ってたじゃん、裏であ、そっか裏で被ってたから本当にそれぐらいでしたよ。なんだっけ相撲がえ、4、5人いや、10、まあ言ってても10人くらいすごい !800 人いや、絶対そうだったってマジかって本当にショック受けたもん。嘘。うん。なんでなんでなんだって。いや裏で被ってたから。ああ。相撲？いやわかんない。その後増えたかもしれないけど最初聞いた時そうだった。合わせて4000。絶句したもん。もうその人数聞いて。あ嘘。うん。ああ覚えてないんだ。てんてんてん。いやー。あ本当だ覚えてる人いる。先月ひどかった。でしょ？本当だ。いやありがたいね。ありがたいね。いい締めくくりになった今年の。そうだね。ありがとうございます。ショールーム最後だもん今日。うん。あそうだ。1月26日。まだありますよ来年。嬉しい。来年もある。嬉しい。ありがとう。私たちには来年もあるちゃんと。ね。26日ですよ。うん。来年はね。うん。仕事もプライベートも充実させたいね。プライベートめっちゃ充実してたから、ね。うん。今年はねプライベート充実してたから。うん。はい、お願いします。うん。1でも続けるから。みんな見てね。だから、あ、良いお年をになるのか、ショールームでは。そっか、そっか。そうだよ。うん、オッケー。良いお年を、みんな何すんだろうな。ここから何すんのかな、確かに。あ、そうだ。まあもう、そんな世間は言ってるけど、私は別に言わないからな、メリークリスマス。なんか予定ある？いやメリークリスマスぐらい言ってあげて。いや言わないってさ。メリークリスマス言わないじゃあ言うか。そうだよ対してメリークリスマスの何もしないけど何のクリスマスもしないけどじゃあ言うだけ言うね。うん、うん、言ってあげよう。そうするね。メリークリスマス。何これどういうことそれ。うん、いいんじゃないですか。2013年ね終わり終わり。ね、ありがとうございました、うん、今年も今年もありがとうございました、 ました来年もよろしくお願いします。メリークリスマスハッピーニューイヤーじゃあねハッピーニューイヤー違くない。あれハッピーニューイヤーじゃないの。良いお年をじゃないの。ハッピークリスマスとつなぐと、そうつなぐとハッピーニューイヤーにもなるの。そうバイバイ。あれバイバイ。チャーボーさんとアシカンさんちゃんと三輪車買うね。バイバイ。首が座ったら。いや首が座ってるところじゃないよ三輪車は。もっと動かないと。歩けるようにならないと無理でしょ。タコもクマもなんか猫もいっぱいありがとう。やいお年を。バイバイ。バイバイ。